まだお互いがどんだけ伸ばしているか。ベスト8代表戦、クロスバーサス鬼の君、ワンピーが鬼の君、スリーがクロス、前面から突っ込め、おっと鬼の君列車にフランカー成功。鬼秋、さて前半からの青い花、アウトタイム間に合わない、外野出発。さあ B 兄弟決まっている。勝ったのはパオちゃん、パオちゃん、パオちゃんさん。さあそれでは行きましょう。 B 兄弟でどれやったんで、これか、泉さんと屋根さん。 B 兄弟で泉さんと屋根さん、泉さんと口運が悪い。さあここで屋根の軽さがブラキースト、どっち行きたいですね。まあそんなことで A 兄弟行きましょうか。体力リードしているのはやっぱりクロス、シングル伝道師のクロスさんが熱唱にブランカー相手に有利にことを進めている。しかし最後は嵐の前提に対して最後は対応対応、何度か熱唱にブランカーを生かすことに成功は。中継響き、ゆっくり中段ガード、水落ちをつくなり、飛びに対してちゃんと飛びで対応、めんどくさいことはしない。 E を合わせて切るなりがこれ当たっても確かローリング確定のはずなんで、連続技ができない響き、めんどくせえ。近寄りで全巻近寄りでね、荒らしに行くわ、削っただけ、ドットあるから削り一発じゃない。大体だな、最後は全キャンギア合わせて切るなり、全キャンやり、なんとかレシオにプランクを撃破。音力中堅は合計、しかし立ち回りキャンの響き、まずは近寄るまでが一苦労が、近寄ったクリアしない、終盤めんどくせえ、させない、いやー武器格闘やっぱりいいし投げ、戦いづらそうだ鬼の君、寄れない、寄りたい、ジャンプダイキックめくりながらの、いやしかしお互い無理はしない。さて C 兄弟決まっている、どっちが勝ってんのかすら分かって、すいません、 C 兄弟勝ったのは、はい、南さんが負けていた伊藤さんの勝利、そして D 兄弟は A が勝ってますね。 A 兄弟は D 兄弟 A が勝ってるところで、ゼロさんが勝利、ゼロさんが勝利。それでは C 兄弟で、デシグマさんと本中さん、 C 兄弟でデシグマさんと本中さん、 C 兄弟にお越しください。でもってここはまあ D でいいよね。さやかさんとグータージャパンさん、チョビさんの勝利ですね。ありがとうございます。それでは C 兄弟で、 C 兄弟でひずみさんと伊藤さん、 C 兄弟でひずみさんと伊藤さんの試合を行います。 C 兄弟お越しください。はい、C 兄弟お越しください。さて A 兄弟ベスト8第3戦、クロス、鬼六さんとクロスさん、途中フリーズで進行が止まったんですが再試合となっております。6割残しの中堅響きに対して隊長レスを1サガット、中足を刺すお仕事、まず医療を合わせて切るなりの距離を外での牽制、そして中盤での牽制、この2つの牽制の場合をくぐり抜けて、サガットが修行技を差し込んでいく、そんなお仕事、対空完備、落ちない、させない。さて手よけ内に体力が入っている、鬼の一発当てない、投げは通る、痛え、そして一生罰のハイジャンプ、